こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語りベテンシンです。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは心を癒す瞑想ヒーリングということでお送りしたいと思います。今回はヒーリング瞑想の話ということになってくるんですが、ヒーリングっていうテーマは結構ですね、今までも話してきてますので、そちらのね、バックナンバーでお話ししていることも、前提として、踏まえておいてほしいところであるので、よろしければ過去のヒーリング系のね、お話なんかも聞いていただけたらと思うんですけども、今回はとりわけですね、落ち込んだ心を癒すというポイントでお話をしていきたいかなと思っております。で、癒し、ヒーリングとは癒しのことですけれども、心が落ち込んだ時に、それをリカバリーしていくというかね、癒していくという、ヒーリングの方法なんですけども、まずですね、その方法を語る前になぜ人を落ち込むのかということなんですね。いろんな理由で人って落ち込むんですけど、パターンとしては、落ち込んだ理由がはっきりしているパターンと、落ち込んでいる理由がよくわからないと。要は、人ってよくわかんなくても、なんとなく落ち込んじゃう、というか、ぐだーっとこう、気分が沈んじゃうことってあると思うんですね。この理由がわからないケースもあると。理由がわかってるケースと理由がわからないケースがあると。で、理由がわかってるケースはその理由が問題で、落ち込んでるので、それぞれの理由があると思うんですけども、理由がない、よくわからないで落ち込むパターンっていうのは、一つには、疲れてる時ですね。単純に疲労が溜まると落ち込むんですね、心も。なので、そういう場合はですね、シンプルに、心身の疲労を回復させるべく、お休みすれば、ね、自然と癒されると。それ自体が、普通にヒーリングなんじゃないかなと思います。いわゆる霊的なメソッドとしてのヒーリング、もちろん有効なんですけども、単純に疲れてる時にはですね、そうやってヒーリングを一生懸命やって余計にそのヒーリングのね、メソッドをやろうとするがあまりにそっちの方に気を使って余計疲れちゃうという悪循環になってはいけないので、あくまでね、自己、セルフヒーリングの場合ですけど、人にやってもらうのはいいと思うんですけど、セルフヒーリングの場合は、あまりにも疲れてる場合は休むと。しっかり休む。休むことが一番ヒーリングですよね。っていうのが一つあるかなと思います。で、もう一つは、霊波動の乱れですね。先日の自己肯定感が、の話をしましたけども、自己肯定感が低くなるという、その理由に、霊波動の乱れがありますよ。という話をちょっとしましたけども、霊波動の乱れはですね、そういった自己肯定感のみならず、もう元々のいろんなサイクルがグダグダになっていくということなので、霊波動が乱れてる時にはですね、なんか理由はないんだけど、どんどん落ち込んでしまうと。なんかやる気がないし、なんかもう自分なんかダメなんじゃないかと。うまく今後やっていけないんじゃないかとかね、いろんなことを考えてしまったり、沈んでしまうということが起こりがちですね。この辺がだいたい理由がわからない落ち込むパターンですね。で、もう一つ言うと、やっぱりですね、これは理由がわかっているパターンにも当てはまることではあるんですけども、こだわりなんですよね。こだわり。こだわりっていろんなこだわりがあると思うんですね。どういうこだわりかっていうと、例えば、そうですね。人がよくこだわってしまうのは、考えとか心情みたいなものありますよね。ポリシーみたいなもの。そういうものがですね、人それぞれ細かいところでちょっと違ってたりとかして、で、それは別に違いがあるのはいいんですけども、そこにこだわってるがゆえに、世の中ってのはどんどん移り変わっていく。いろんなことが起こっては、収まって、また起こっては収まってっていうことを繰り返しているわけですね。無常なわけですよ。常ならず、ずっと、動いていると。だから、自分が、一番いいと思っている状態というのが、ずっと永続するってことはなくて、
次の瞬間には、うん、自分があまり、ね、良しとしないような状況が生まれてしまうことがあると。そうした時に、うん、自分はそんなの嫌だっていうこだわりが強いと、それが原因で自分の心を落ち込ませてしまうっていうことがあるんですね。つまり、もう流れていくものなんだから、こだわらなければ、例えば、さっきまではすごく順調にいっていた。でも今はうまくいってないと感じるときでも、今はうまくいっていないという、まあ一種のフェーズなんだと。ね。だから、そういう状況だということを受け入れてやっていく。そうするとまた状況が変わってくると。ね。その状況が変わるっていうことを踏まえた上で、自分っていうものを、ね、自分の心というものを変化させていくことができると、あんまり落ち込まないんですよね。ところが、こだわりがあるとですね、それができない。こうでなきゃいけないんだと、いうふうに思ってしまう。こうじゃなきゃいけないのに、こうじゃないことが起こっているから、けしからんという気持ちが起こって、うん、最初は怒りみたいなものが湧き上がるんだけども、それがまあ、うん、怒ってもどうにもならないということが、だんだん分かってくると、だんだん落ち込んでくるんですね。ああ、もうダメなんだと。自分のこだわりは成就しないんだと。いうふうになって心が落ち込むということなんですね。なので、まあ、この3番目のこだわりに関しては、実はですね、既存のそのヒーリングではなかなかね、クリアできない、クリアしがたい部分でもあったりするんですよね。既存のヒーリングというのはなんとなくこう無意識というかね、まあ、ヒーリングメソッドによってリハードを整えたりとかですね、することが、まあ多いんですけども、霊的メソッドの場合は。だけども、このこだわりの念っていうのはですね、やっぱり強いんですね。強いからなかなかその霊的なヒーリングメソッドやってもですね、こう、塊の、なんですかね、コブみたいな感じですね。残ってしまって、これがあるがゆえになかなか回復できないということがあるんですね。なので、ヒーリングメソッドをやっても、こだわりの念が強いと、なかなか難しいと。じゃあどうしたらいいかというと、もうそこで大事になってくるのが瞑想なんですよね。ヒーリングでうまくいかないのはやはり瞑想。じゃあどういう瞑想かっていうと、瞑想っていうのはもともとメディテーションという、まあ英語に訳すと言われるんですけど、メディテーションというのはメディカルというね、医療とかそういう意味合いがあって、まあヒーリングと瞑想では実は結構親和性があるものなんですけども、瞑想はですね、やっぱり、どうするかというと、原因を特定するっていうことが、まあ瞑想ではすごく重要になってきて、要は瞑想することで、瞑想とは何かというと観察ですから、自分の心をしっかり観察すると。で、それによって何にこだわっているのか、ね。自分の中に何のこだわりがあるのかというのをまず特定していくということが大事になってくるんですね。だからまずこだわりの特定。自分が今何にこだわっているんだろうかと。ね、落ち込んでるっていうことは必ず何かこだわってる部分があると、可能性があります。まあ単純に疲れてるだけとか、リハードが乱れてるだけだったらば、ヒーリングメソッドをやることで、まあ回復する場合もあるんですけども、こだわりがあるかどうか、これをまず瞑想によってチェックしてほしいですね。なぜ自分はこんなに落ち込んでるのかなと。そうやってやっていくとですね、いろんなこだわりが見えてきます。例えば、もっと周囲に優しく接してほしいのに、周囲がすごく、なんか、きつい当たりをしてくるとかね。なんかそういう。なんでそんなひどいことを言うんだろう。ね、言葉遣いも荒いし、みたいなね。例えば、そういうのにこだわってるとしたら、そこがこだわりですよね。そういうのって、なんか普通に生活してると気づけないんですけども、一旦瞑想してですね、だって自分の心を内省的に見つめて観察していくと、そういう自分のこだわりが特定できますと。だからまずこだわりを特定してほしいと。で、その後に何をすべきかというと、例えばさっき今言った例で言うと、人にきつい言葉を言われて落ち込んだとしましょうと。何か、どんな言葉かわかんないけども、言われて落ち込んだと。ね。それが原因で落ち込んでるわけだから、それがまあこだわりですよね。なんでこんなひどいことを言うんだ、この人はと。だけど、今度はですね、それを特定できたら、逆転してみてほしいんですね。だから、言われたという立場じゃないですか、今。きついことを言われたと。
そしたら今度は自分がその言葉を相手に言ったっていう立場に立ってみてほしいですね。想定で構わないんで、自分が言った、その人にその言葉を言った、自分が言われたんじゃなくて言った立場になると、その時の自分の感情と言われた時の感情を比べてみてほしいんですね。ちょっと違ってくると思うんですよね。で、それができたら今度はその二つの対立する感情、対立というかまあね、対比する、きつい言葉を言われた時の自分と言った方の自分と並べて、それを第三者的に眺めてほしいんですね。眺めている時の自分、ね、誰かが誰かにきつそうな言葉を言っている、そしてあるいは自分が言っている、ね、そういうものをちょっと外側から眺めている、第三者的な立場で見ている。で、それが終わったら今度はもう一回同じくこだわっている、そのね、きついことを言われたっていうのに自分に戻ってみる。その時に感情に変化があるかどうか、これを見てほしいんですね。同じくやっぱり心を落ち込むのか、おそらく言った立場になることで、言われたというそのきつい言葉の、言われたという文脈の意味が自分の中で変質してくると思うんですね。で、これが実はですね、大事で、物事っていうのは必ず様々な多面的な意味を持っているんで、こだわりを持っている時というのは一つの側面でしかその物事を見れなくなっている状態なんですね。それ自体がこだわっているという、まあ、状態でもあるので、別の見方もあるよっていうことに、頭で別の見方もあるんだって思ってるだけじゃダメで、本当に心の中で別の見方ので行った時に起こりうる感情というものを発生させて、それをこう観察していく、つまり自分がこだわっている状況、その反対の状況、そしてそれを客観的に見ている状況、これらをですね、しっかりと観察し見つめていくと、だん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 こだわってた部分がこう氷が溶けるようにですね、だんだんほぐれて溶けてなくなっていくんですね。で、このこだわりがなくなってきた時に初めて落ち込んだ心が元に戻りますということになるので、まあ、こういったですね、瞑想をこだわりを特定し、自分のそのこだわりの反対の立場でものを見て、それをさらに客観的に見つめる、そういう瞑想をしていただくと、なかなかヒーリングメソッドやっても癒せなかった落ち込みがね、こう元に戻ることがありますので、これちょっと試してみていただけたらなと思っています。ということで、今回ですね、心を癒す瞑想ヒーリングということでお話をしてみました。ということで、今回もショースピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネル、チャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回にシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。